代表、なんか皆さんに告知しておきたいことがあると聞いたんですけれども。そうなんです、5月21日にですね、大阪の難波御堂筋ホールというところで講演会が決定しました。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、そこでは1時半から2時と、3時から3時半の30分、まあ、2回、2部に分けてですね、あのゼロから最短で関西難関私大に合格する方法というね、勉強法についての話をねちょっとさせていただきたいと思います。ぜひぜひあの YouTube のファンの方にも来てもらいたいなと思って告知させていただきます。ぜひ5月21日は、難波御堂筋ホールに来てください。よろしくお願いします。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナミズムの吉田です。マナミズムの江戸です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回の質問は、はい、音楽を聴きながら勉強しても大丈夫でしょうか、はい、という内容です。はい、なるほど。あるあるですね。あるあるですね。うん、うん、まあやっぱ音楽聴きながら勉強やってました。そうですね、うん、まあ、数学系は結構音楽聴いてましたね。そうなんや。どんな音楽？どんな音楽？うん、その J-POP とか。J-POP です。あ、J-POP、普通の、はい、普通の J-POP。あ、そうなんや。待てよ。いや、終盤の辺は結構クラシックよ。あ、クラシックを聞くよね。はい。クラシック。現世ね、これクラシック聞くんですよ。めちゃくちゃそこからハマりましたね、クラシック。ほんま、そういう趣味あるよな。ちょこちょこ。うさぎ飼ったり、わけのわからん。わけのわからん。そういう趣味ありますよね。そういう趣味うん、まあ、僕はね、大丈夫じゃなかったんです。ああ、はいはいはい、はい、特に J-POP とか知ってる曲は乗っちゃうんだ。ああ、確かに。もうそっちに意識いったら、ああ、勉強してたんやったみたいな感じになっちゃうんで、やめましたね。で、これも勉強法の話やねんけど、はいはいはい、リズムのあるもの、リズムのあるものは良くないらしい。へぇ、うん、そうなんですか。うん、だからクラシックがいいみたい。はい、あー、確かに確かに、なるほど。クラシックってそのリズムがないやん。うんうん、ないですね。うん、だからすごくその勉強とかその集中する時とかには適してると。はいはいはい、はい、リズムがあったらそっちに流れてしまうからあんまり良くないっていう風に言われて、うんうんうん、はい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 、うん、まあ、俺は聞けへんかったけど、そもそも、うんうんうん、耳栓してました。あー、耳栓もしましたね、うん、あとは、うん、僕の時ね、まだ何iPod がなかった、はいはい、今もう iPod とかで聞かんか。 iPhone の、iPhone のあれで聞きますよね。時代時代ですね。時代すごい。そのまだiPod もないような時代だったんですよ。 MD とかの時代ですよ。あ、うん、なるほどなるほど。だから1アルバムとかしか入れれなかったとか、ね、ますね、70分80分 の、 MD とかしかないですから入れなかったとかしたわけですよね、はいはいはい、でもうそもそも持ち歩いてるその MD プレイヤーとか、うん、その、まあ、MP4 の、はい、MP2 か、うん、の音楽プレイヤーには、うん、そもそももうシスタンの音声しか入れてなかった。ちょっとだから聞いてるんですよ。聞いてるんですけど、はいはい、基本的にもうシスタン の、うん、音声、システム英単語の音声を1.7 倍速ぐらいだったかな、はいはいはい、1.7 倍速ぐらいにしたものを、はい、もう一生聞いてましたね。もうそれ以外はもう受験終わるまで聞いたら、もう耳から入れたら落ちるって思ってましたね。すごいストイック。うん、すごい。そんな感じでやってました。はい、まあ期間に越したことはないですよね。やっぱ本番は聞けない状況なんで、ね、これもどっかの先生言ってたんですけど、本番ではやっぱ聞けない環境やから、その音楽と共に記憶が蘇る仕組みになってまうってなんか聞いたことある。ああ、なるほど、はいはいはい。だから本番は聞かれへんから聞くなっていう話をしてた先生はいますね。間違いないね、それは。まあ確かにそれ言われたら、ああ確かにあるわってありますよね。まあだから期間に越したことはないって感じですかね。はい、うん、じゃあ、この動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。今塾外生に向けたコンテンツでなんかええコンテンツとかってあります？めっちゃありますよ。それはありますか？いっぱいありますけどね。その中でも特にいいなっていうふうに思ってるのはやっぱり2週間合格セミナーですね。お、2週間合格セミナーっていうのは、まあ、毎日毎日メールが僕からの音声、セミナーのね、まあ、音声が毎日メールで届くんですけど、その、メールの1つ目はですね、勉強法メソッドっていうメソッドがね
あの手に入るようになってるわけです。なるほど。だからそれを見たらですね、ほとんど参考書の使い方とか、どういうふうにどの科目こういうふうに勉強していったらいいよとかっていうのがもう手に取るように分かるので、あの登録はもう登録して一見の、一兆の価値ありかなというふうに思ってます。なるほど。はい、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。お願いします。